お願いします。お願いします。角が空いてるんだったら、はい、角にしますわ。おはようございます。それではチャンネルがやまんでございます。ということで本日はダブルの力ということで、ウエスさんは神田南火災店さんにお邪魔させていただいております。いやもう本当にカバネリからとりあえず埋まるかなと思ってたんですけど、予想では。なんか半分ぐらいしか埋まってなくて、15番の段階で選ばせていただきました、角台を。カバネリは前の対象機種ってよりも半分ぐらいかなっていうイメージなんで、まあちょっと見てたらサミー系とかを中心に埋まってってる感じだったんで、サスケがね言っているウエスさんの火災店さんの方の様子も伺いながら、まあ共通の何かがきっとあると思いますので、まあそこら辺を探していこうかなというふうに思っております。まあせっかくの機会なんでね、はい、大人気機種でありますカバネリやっていきましょうということで、本日も一日よろしくお願いします。さあそれでは行きたいと思います。カバネリ、いや衝撃ですね、本当に。まさか空いてると思わなかったし、まさか選べると思わなかったですね。まあちょっとこれまでの傾向的なねところで考えると、鏡よりもカバネリの方がいいのかなと思ったんですけど、まあわりかしでもね、無名階層に行くのはそんなにハードルは高くないと思ってるタイプなんで俺は。ただ最近ちょっとカバネリで気になる情報というか、ある方が設定、まあ16とかで ST 抜け後とかビバ後とかの短縮時の当選ゲーム数の当選率みたいのを出していらっしゃる方がいて、実践的なやつでね、例えば朝一リセット時の短縮の時、そしてスルー時の短縮の時、そしてビバ後の短縮の時、まあ、それぞれでちょっとね若干の差がやっぱありましたね。で特に一番ひどかったのがビバゴ、なんなら100で当たることの方がなんかちょっと若干少なそうなんで、だいぶそういう意味でもなんかビバゴ、ビバ ST 抜け後はある程度出玉も持ってるんで、ゼロヤメでいいんじゃねえかっていう、そういう疑惑っすよね。はい、まあビバ ST ってまだいければなんですけどね、もちろん。はい、そのビバ ST でね、例えば2000枚ゲットしました、で650ハマりました、でその時点でまた1000枚とかいかれちゃうわけじゃないですか。だから天井 ST 入れても結局ビバ ST 入れてやっとプラスになるって考えると、ちょっとハードル高く感じますよね。確かに短縮時トータルで見れば期待値はプラスなのかもしれないですけど、ビバ ST 終了後に関してはその限りではない。8点、いい8点、赤文字でもよかったレベル。まあさすがに大丈夫でしょう。はい、142ゲームです。100のトーンですね。素晴らしい素晴らしい、投資が5000です。さああとは まあとりあえず100、250でめちゃめちゃ当たってれば6の期待はだいぶ高まってくるんで。光りましたね。いや3000、え、これだけで当たったんじゃない、これだって光ったしね。赤、ほい、はい、マジか。いや今のちょっと違和感めちゃめちゃあったな。なんか強制的に勝ったみたいな。エンゼルのチャンス目で3000、俺初めて見たよ。一発目の早白刺しちゃいましたね。これはちょっといい立ち上がりっすよマジで。はい、いきなり 66% 引きました。もうこの時点でダメ。ビバビバ、おお 100% かっこいい方の当たり方。オッケーオッケーオッケー。1周目は特にね絶対に当てたいから。はい、オッケーオッケー、当たることが大事。よし、とりあえず一発当たったんで高額は取れんかったけど、いやー作成か。ナビが押しちゃおー、ナイス。長押しパターンはね大体当たんのよそりゃ。よし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 、
さすが学生。おお、いいね、300条。ということは、ムメちゃん。いや、クルス。なあ、ムメちゃん。しごろかく、しごろかく。出ない。あ、出た、サミ。でちゃんとチャンス目引いて ST ってさせてるし、いや打感がめちゃめちゃいいな。設定じゃないところもね、もちろんあると思うけど、でも勝てる日ってね、その設定じゃないところがやれるから。あとこの和数のね、10以降2桁のやつって結構まあ出たら、まあ、特に12話とかは5、6角だとか言われたりするけど、結構下でも出るっぽいんですよね。引いたかと思った、リプレイだった。お願い。あー、ナビすら出ない。ダメだ。376枚と、まあ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 あるよ。どうしよっかな。順押し。あ、411枚。ダメだね、出玉がついてこないね。まだ何も出ない。取った。ダメだよねサブロー1、サブロー1ですわまあ頑張れば読めるね、サブロー1 あの姉ちゃん、え簡単にいった。さあお願いします。チャンス目、チャンス目。外せねえぞ、ビバー外せねえぞ。5ゲーム無駄にした。いや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 、やっと引いた。白青、もう1個2個引いときたい。あー頑張れ。よし、ギリムメちゃんのおかげで助かりました。よー、そういうこと。なるほど。さあさすがに 66% 赤、大丈夫です。いただきました。はや。ここまではいいのよ。こっからなのよ。まだ500すら超えてないわけですからね。赤。ビーバー。ビーバー 25% あるんだ。しかもあっさりだったね、降格関係なく。さあ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 、いいですよ。んー、何も出ない。長い。うん、まあそんなもんだね。さあ初めて500枚を超えたこの回を生かしたいですね。お願い。おお、おお、後期でベル激アツだわそりゃそりゃ激アツだわ。ナイス。
オッケーオッケー。400でかいやマジででかいわそれは。いやちょっと世界変わったわよ。でここでエピソード取れてないんでもう次で確定ですね。つまりなんとかここで降格を。400あるんでさすがに行きたいですけどね。ちょっと待って、あと1個あと1個あと1個だって。5は違うんだよ違うんだよ。やばい頑張れ。チャンス目でいい。あ間に合わんかった。よしあと1回あと1回とりあえず。まあでもチャンス目でいってね対決をすることによって同じことやっちゃったすることによってねゲーム数が増えてチャンス目を引くチャンスが増えるんでとりあえず数重ねるしかないんだけど。頼む覚醒ナビ。あー頼むどうしよう右だやってしまったの792枚もったいねー。まあねあのナビが出たところでなんですけどね3択じゃないともっぱらの評判ですから。ただナビが出るってことは当たってる可能性だいぶあるのよ。くそーやってしまったー。じゃあ早っ。あーいっぱいいっぱいこれは大丈夫だこれは大丈夫だろう。カラスいっぱい俺大好きなんだよね。あーしかもこれはいいですよ。やっと100差だった。赤タイトルではない。光れよし124ね。やっと100ゾーン。オッケーオッケー全然いいよ。あーつー6000までいった。あともう一個欲しいチャンス目。あともう一個チャンス目欲しい。あーかもしい。俺もうまい側の人間だったかもしれん。よし俺もうまい側の人間だったわ。あの複合薬はでかいわ。いい色。いやそっちいやそっち東京ホテイソンみたいな言い方になっちゃった。おいナイス66%8 点。熱いね。あーめちゃめちゃ熱いね。なんならだって2回発展したからね今よし押せない。ドン。さあ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 四五六角でいいんだよ。四五六角でいいんだから。五六角なんてわがまま言ってない。一旦四五六角。ああ。でもでかいね。さあ五郎は。ああビバか。いやまあまあまあビバさえ引ければ。赤か。おおナイスソーランの時計。いいですよとてもいいですよ。箱とか使っちゃおうかなちょっといいねとてもいいね。どうしちゃったの。
てそこんな感じだね。331332333560ね。よし、梅ちゃん頼むぜ。あと2、3回ボーナスは必要なんでね、頑張れ。何も出ないけどたまに当たるんだけどね。ああ、ドトロドトロ出ましたね、517枚。いや、じゃあもうちょっと偉いやつ欲しかったわ、ドトロじゃなくて。まあ2ぐらいはあるだろうなとは思ってたよ、最低でも。今んところでも6を否定する根拠は全くないんで。さあということで、雨なんでね、ちょっと中で失礼しますけども、ウエスタンの火災店さん、サスケがいるお店にやってまいりましたんで見ていきましょう。なんかシーフがめっちゃ出てるって話だったんですよ。で、まあ回数はついてますね、1600枚、1500枚、1700枚なんですけど、3の2で開いたということはやっぱ全然なかったのか。簡単なの方でめっちゃ出てた盾の勇者が1台空いてるんですよ、1200枚。で隣の方は粘ってるけど、ユニコーンか、ユニコーンめっちゃいいっすね。まあ1台はあれだけど、もう1台が今3000枚ぐらい。あ、お疲れっす、お疲れっす。これなんか良さそうですか。良くない。え、良くないっす。マジっすか。設定したとかなんもないっすか。マジですか。ちょっとね、全ではないかもしれないですね。まあでもだから全フェイクみたいな感じで死ごろみたいな感じは全然ありえる。4以上とかね、全部。まあ番長はいつも通り一番カード台は揉んでる。でこっちのカード台も今2000枚ぐらい出てるかな、映るかな、はい、2000枚ぐらい持ってますね。でバキなんですよ。でサスケがさっき言ってたんですけど、シゴロ角が2台ぐらい出てて、2以上が1台出てるみたいな。シゴロ角、2以上、シゴロ角、諸状台。なるほどね。シゴロ角で次が2以上で、シゴロ角で諸状台だって。全シゴロあるね、マジで。鬼武者良さげっすよ。で1台が3400枚だ。で隣が4100枚。でも人変わってるわこれ。で次が3600枚でしょ。で4000枚で、え、鬼じゃやばくない。でカバネリはまあモンデル台が多いのかな、1300枚で、この方が今、あ、めっちゃ綺麗じゃんグラフ、2500枚で、角から、あ、角からめっちゃいいぞ、3060の2600。あ、これいいっすね。でちなみに鏡の角もね、やれてない6って感じなんですよね。あ、でもだから初めてハマりましたみたいな。で隣が2000枚が出てる。角からが強いのかな、もしかしたら。カバネリも鏡もね、遠くから走ってきたね、随分。よし、100トン123ゲームおお、いきなり。助かりまーす。ギリギリ持ち目だらっすね。なんか食いつないでんな。頑張れ。あお、祝福。えらい。越えられるか。そろそろ無名回数が欲しいな、マジで。さあ4回目よ。うわ、めっちゃ引いてる、3連続。暴れ軍なの？
中まで行って、いやまあ10にはなったけど、ゴリゴリ押せるけど重ねたけどもう何もダメじゃん。あぶねえ、あぶねえ、今一瞬で4回引いたからこれで無理だったらもうどうしようもないよね。パッ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 パリーン。早えなぁ、覚醒に行くのが。おっと、いけ、めちゃめちゃ回ってるよめちゃめちゃ回ってるよ危ねえ危ねえ危ねえ、なんとか繋いだ。ナイス300、生駒300は大きいね本当。まあ偶数で良さそうだな、圧倒的に女性が出てくる。2以上の偶数全部じゃん246全部じゃねえかよなかくならん。ノンアクティブ1個目はじゃあ絶対刺さってなかったんで、ナイス2個目ですね。いいよ、長い。ああそうでもないか、まあ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 です。さあこれでテンパイかな、あと1回取れれば無名回想。ここまではさっきも言ったからね、こっからなのよ。5、6とかだと結構その11話12話が複数回出てくるっぽいんですよね、まあ、ちょっと俺が続けられてないで通常時が多いんで普通よりも多分ボーナス自体は引けてないと思うんですけど、まあでもちょっと弱いよなやっぱり。それかも覚醒だけに全てかけるか。おお、なんだこりゃこんなのもあるんだ。なんかこれはいったろ、無名回想でしょ。よーし、よし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 、やっと来れた2時半。あのめちゃめちゃ引きまくった時の思い出があるから、こんなに入らないとちょっと絶望感がすごかったわ。無名階層から裏ビバ行くのってどんくらいの確率なんだろうね。まあみんな裏ビバなんてないもんと思って打ってるからなそこを何パーとか気にしないんだろうな。さあようやく本日初の無名階層でございます。やってまいりました。今回はゲーム数100でしたね。これは一応稼ぎ時ではあるんで広角いっぱいちょっと欲しいですね。さすがにねここで見せるやつはおらん。おーいいね46。まだ60ゲーム残ってる。これは大丈夫か。よし、一応3つ取れました。ただ残り
5ゲーム、まあ、何がどうなったら裏ビバに行くのか俺知らないんだけどねあの最後のやつが割れりゃいいのかなまあ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 知ってた。さあビバでございます。ようやっと来ましたね、ここまで。さあやっていきましょう。まあ、正直3つついてりゃさすがにこぼせない。66。おー、バリバリしたね、素晴らしいね。ナイスー。まあここはね、当たり前当たり前、戦いはここからだからね。雑魚ですね。勘弁してくださいよ。いやー、演出激弱。バカだー。お、あーベル。1197。マジでやれんな。もったいねー。1200枚ですか。ベル利確182枚欲しいね。おー、銀トロだ徐々にレベル上がってる1段階レベル上がった223枚いやー、せっかく引いたのにな、そこで。バカー。いただきます。いただきました。120ゲーム100のゾーンですね。え、そうだ。あー、やじろー。いや、マジで全然取れない。おー、くい。なるほど。いやいや、この2600はさすがにやばいでしょ。これで行くわけがない。あ、行くんだいや、さすがにやばいわ。そんなことある？今までで一番軽く当たったわ。だからポイント関係ないんだろうね、あんま。中で引いてるそのチャンス名が当たってるか当たってないかだけの気がしてきた。いやー、びっくりしたー。今のは一瞬外れそうになるところも含めてびっくりしたわ。あー、これはちいぞ。紫、よしよし、モロタディー、モロタディアンスー。かっこいい、かっこいい生き方。ズボンっつって消えた。うめーちゃん、出ないねー。うわー、スクラム218。いやー、引いてくれ、イコマ。あーか。おい、いい演出。はい、助かりました。関係ないところでいいね。
300オーバー、すげー、だって、いやー終わる、なんか、あー惜しい、終わった伸びねー、マジで伸びねさあ、それでは、店内状況見ていきたいと思います。もう7時半ですね。やめどき神ですやめどきだけは神だったみたいです。いやー、で隣の方はまた一応今の台が俺が打ってた台で、銀トロが出てる台ですね、はい、でトントンでやめたんですけど残念ながら若干マイナスになってると。で隣の台も銀トロです、3以上だから2台並びで銀トロ出てるんですけど、こっちも失速しちゃいましたね。この台とか良さそうですけどね。3700枚出てかなりいい感じのカバネリがありますと。でその隣ですね、これが相当よさカバ、よさカバかな、ちょっと今 AT 中なんで見えないですけど少なくとも3000枚ぐらいは持ってそうな、はい、でこちらこのブーブーが、5000枚オーバーということで、僕がすぐ後ろで打てたんでアラケードライブも3回は確認しております。もちろんね俺らが気づかなかった回もあったと思うんで、それ以上3回以上は行ってるかなというところで、ウエスタンの笠井店さんの方が、2台しごろかく出てるってことなんでバキワンチャンある可能性があるんですよね。ただこれはちょっとめちゃめちゃ凹んじゃっておそらくエンドオリフィン回まで粘られてないんじゃないかな。でその隣、まあ一応取り戻してやめって感じですかね。で今おそらくこの最後の方がエンドオリフィン解放を待って粘ってると、はい、でその隣の鏡6ペー6ペー3500枚ですね。で隣も多分ね中間はあると思います。この感じ俺がいつも打ってるような感じ4100枚出てますね。あ、グラフもめっちゃいいじゃないですか、素晴らしい。4100枚で隣が一応4300枚までは確認したんですけど、とりあえずオリムシャワーリー2人2台とも4000枚オーバーなんで、まあ、正直一番臭いのここっすね。で、モンハンアイスボーンもちょっと怪しいんですよ。今この台が2000枚ぐらいなんですけどトントンで、右の台が3000枚で右肩、ちょっと怪しいですよねこれもね。さあバンゼロさんでございますよ、5000枚オーバーの札立ってますね、素晴らしい。これ縦の勇者ですね、やっぱサミー系がすごい力入ってるみたいで、これが今3300枚で隣が出玉が2200枚なんですけど、こっちのがグラフ機ですね。だからこれ2の2でちょっと良さそうな感じはすると。ちょうど当たってますけどペルソナ、これも3000枚オーバーなんですよね、はい、レールが4000枚ですね。これもありそうな感じはあるけどね。で1000これもすごいんですよ。で1台目が3700枚で、まあ、一撃がやっぱすごいですね1000これは。で隣もそんな感じで5500枚えぐいねマジで。さあラストですかね、ユニコーンなんですが、これ96回ってな何枚ぐらい出てるんだろうね。あ、これが3300枚ですね。まあ右側取っていっていいと思いますね。これはで隣は、はい、1600枚、これはもんじゃってる感じですね。で最後カード台、これがもうめちゃめちゃ1234567箱、7箱で下棚もパンパンなんですよ。7300枚だ、もっと上だった、すごっ。お疲れ様でございましたということで、朝からねなんかすごい打感のいいカバネリでしたね。でまあ特に早白での当たり方がちょっと良かったっすね。なんかで実際設定差的なところで言うとそこまでハマらずでしたし、まああとは偶数視差がめちゃめちゃ出ました。かつ銀トロまで確認いたしました。ですので3以上は間違いないと。話数とかがまあマックスで9話ですね、9話が2回出たぐらいで、まあそれ以外4、5、6とかは全く出ていないという状況なんで、まあ私はあのグラフとかも鑑みて4でいいんじゃないかなと思います。はい、ということで肝心の投資と回収でございますけれども、本日の投資1万ジャスト、そして回収が494枚ということで
奇跡の34枚プラでございます。ありがとうございます。ということで今日の前はオリムシャ、ただ全体的な出玉感がすごかったんで、おそらく単品含めてかなり後半分にしてくださってる感じだったと思います。はい、ということで今回のダブルの力 AUS さん神奈川南笠井店さんでの実践でございましたけれども、結論はオリムシャということで、はい、そんな感じで今回の収録は以上でございます。いただきチャンネルのスケジュールこちら載せさせていただきます。相変わらずいっぱい収録させていただいている、この動画が出る頃にも収録させていただいている予定でございますので、ぜひお近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いでございます。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。